木村文乃の辛い下積み時代、今やトップ女優の木村だが遅咲きの女優として有名だ。16歳の時に映画のヒロインオーディションに合格し女優デビューした木村、しかしその後は仕事に恵まれず、アトピー性皮膚炎が悪化し一時芸能活動を休止した。ファミレス、病院の受付など様々なアルバイトをしながら女優復帰を目指していた。その生活は苦しく、食パン一斤で1週間をどう過ごそうか考えたこともあった。23歳の時に今の事務所の社長にスカウトされ芸能活動を再開。母に内緒でオーディションを受け合格したことを告げると、母親に反対され喧嘩になり、木村はドアに穴を開け仲裁に入った弟に噛みつくなど大暴れした。その後は数々の作品に出演し、デビューから7年を経て今の人気を得た。そんな木村は